マミア海峡は、日本海とオホーツク海をつないでいる、ネベリスコイ海峡の衛星写真。ネベリスコイ海峡は、ユーラシア大陸とカラフトの間にあって、マミア海峡とアムール型を結んでいる海峡である。全長は5 6トル幅は最も狭いところで7 3トル航路の深さは7 2ルである。陶器は結氷し徒歩で対岸に渡航可能。 ロシアの進出前、かつてはウリチなどの先住民族が海峡をまたいで、サンタン交易を行い、周辺は古くから二部府の居住地であった。また、この海峡は検討中のサハリントンネルの予定地でもある。ロシア名はマミア海峡がアムール方とつながっていて、つまり湾ではなく海峡であるということを1849年に、 最終的に確認した、ゲンナジー・ネベリスコイにちなんでいる。日本での名称は、ユーラシア大陸とカラフトの間の海峡の全体を、マミア海峡と呼び、その最も狭くなっている部分を黒竜水道と呼ぶもの、または、ネベリスコイ海峡と呼ぶものと、全体をタタール海峡と呼んで、狭くなっている部分をマミア海峡と呼び、 マミア海峡のロシア名をネベリスコイ海峡とするものがある。ありがとうございます。